皆さんこんにちは。今回のテーマはテレビとソファーの配置の基本を知りましょうです。以前の動画テレビボードの最適な大きさを知りましょうでは、インテリアにおいて美しく見えるためのテレビとテレビボードのバランスについてご紹介しました。今回はお部屋の大きさに合わせての最適なテレビサイズの見つけ方と配置の基本を紐解いていこうと思います。それでは早速スタート。皆さんはテレビのサイズをどのように選ばれていますか？実はテレビには最適な視聴距離というものがあります。それはズバリテレビの画面サイズの縦幅 ×3 です。画面の縦幅 ×3 の距離くらいからテレビを見るようにすると快適に視聴できると言われています。画面の縦幅をサイズ別に見るとおおよそこの表のようになります。この数値を覚えておくことで間取りの広さから逆算して最適なテレビサイズを導くこともできます。実際のお部屋で見てみましょう。例えばワンルームの場合、こちらのお部屋はこういった7畳ワンルームの間取りです。家具を配置した際のソファーからテレビまでの距離はこの間取りでは約 1.2 メートルでした。先ほどの表と照らし合わせるとちょうど32型が視聴距離として最適ですので、32型を選ぶことで快適な視聴を楽しむことができます。この基本ルールの良いところは快適な視聴ができるということと同時に、インテリアに占めるテレビのサイズ感のバランスが良くなる点です。間取りに合わせてテレビが大きすぎず小さすぎずの良いバランス感で収まってくれますので、インテリアが美しくなるという利点があるのです。次に広めのリビングでも見ていきましょう。家具を配置した際のソファーからテレビまでの距離は約2メートルです。先ほどの表と照らし合わせると55型が視聴距離として最適ですので、こちらも同様にテレビのサイズを選ぶ参考となります。もしこの基本ルールに沿わずに、例えば同じレイアウトのままでテレビを32型にしてしまうと、テレビが小さすぎることでインテリアとしてのバランスも悪くなりますし、そもそも小さくてテレビを楽しめないということが起こります。もしこのリビングサイズで小さなテレビを導入する場合は、ソファーを前に出して適切な視聴距離にすることで見えないという問題を解消します。そして間取り的にはソファーの後ろが空いたスペースになりますので、例えばそこにデスクなどを設けます。こうすることでテレビも見やすくなりますし、またインテリアのバランスも良くなり、さらには空いたスペースを活用することもできます。最適な視聴距離を知っておくことで、このように家具のレイアウトを最適化するヒントにもなるのです。さて最後にダイニングでのテレビについても触れておきましょう。ダイニングのサイドボードに小さめのテレビを置いて視聴される方も多いでしょう。こちらも同様に間取りから見ていきましょう。ダイニングチェアからサイドボードまでの距離は約1メートルです。先ほどの表と照らし合わせると24型が視聴距離として最適ですので、こちらも同様にテレビサイズを選ぶ参考となります。ワンルーム、リビング、ダイニング問わず最適な視聴距離は同じです。テレビ購入前のタイミングにはテレビのサイズ選びの参考になりますし、すでにテレビをお持ちの場合は最適な視聴距離からレイアウトを考えることもできますね。最適な視聴距離を知っておくことはインテリア作りにとっても役に立ちますね。ちなみにテレビメーカーのウェブサイトでは 4K テレビの場合は視聴距離はテレビの画面サイズの縦幅 ×1.5 が良いと書かれています。 4K テレビは解像度が高いのでこれくらい近づいても粗く見えないですよということをテレビメーカーのウェブサイトでは示しています。ただ実際にこの距離でテレビを見ると
カメラの動きなどによっては目が疲れてしまう原因となりますし、またインテリアにおいてもワンルームに55型テレビを置くとかなり大きなサイズになってしまいますので、リセノでは 4K テレビであってもテレビの画面サイズの縦幅 ×3 を推奨しています。さて、では今日のおさらいです。テレビとソファーの配置の基本を知りましょう。ソファーとテレビの最適な視聴距離はテレビの画面サイズの縦幅 ×3。 一覧表はこちらの通り。このサイズを選ぶことでインテリアとしてのバランスも良くなります。です。テレビとソファーのレイアウトはインテリアの骨格となる部分ですので、ぜひこの基本を覚えておいてレイアウトに活かしましょう。ではまた次回。さよなら。